はい、こんにちは、海坊主です。今回のねファーミングシミュレーターですけど、この間買ったねこの正面の畑、こちらのね大麦がね収穫可能になりましたっていうことでね、早速収穫の方行きたいと思います。それとね、あとはねコメントで教えてもらって気づいたことでね、ちょっと発展したことがあったんでね、そのおかげでじゃあこれもう一個買おうっていうことに発展しました。まあそれはねその後々説明しますんで、まあとりあえず今回はね、まあメインはこちらの収穫ですかね。そんな感じでやってきますので、本日もよろしくお願いします。はい、じゃあねこちら収穫機出動ですね。と結局ね、まあこの間のダイジェストでも説明したんですけどね、でかいカッターを買ったのはいいけどパワーが足んなくてね、結局使い物になんなかったんで、この小型のカッターになってるんですよね現状で。この間ぐらいのサイズ欲しいなって感じですけどね。まあまあまあ、とりあえずねこの小型カッターでいいでしょ。安定して動くことがね一番重要なんでね、ここら辺にもねなんかそのうちなんか建てたいですよね。いろいろね後でね木の処理 しましょうね。壮大な計画としてはね、この山をね切り出してね、あの平らにして畑にするっていうのもね面白そうですよね。まあいいや、とりあえず行きましょう行きましょう。はい、じゃあね収穫スタートです。大麦ですね。はい、これでね切り出してくれることでしょう。あ、そうだ、藁の回収もねしなくちゃいけないですからね。いいですね、ゆっくりですゆっくりです。あれが普通のね、これが普通の速度ですからね。ほんと47キロでね収穫するってね狂気の沙汰ですよ。はい、アルバイトはね現在結べる契約はありませんってことですけど、まあとりあえずね収穫とかする前に、そうこちらなんですよね、こちらのパワーハローにサブソイラーがね以前接続できるかってやってたんですけど、コメントでね接続できると思いますっていう風に教えてもらってね、そしたらやっぱ接続できたんですよ。でそうして思ったのがね、じゃあ播種機接続できんのかなって言ったらできたんですよ。ああじゃあパワーハローと播種機をね接続したらそのままね、うん、できんじゃねえのって話ですよね。あのその工作作業とあの播種作業がね、そうなので、じゃあもう一個パワーハロー買ってこようかなってことなんですよね。ってことでね今回買うのはこちらのねパワーハローですね。9000と1万3000と1万5000とあるんですけどね、どう見たって全部同じやつ。いろんなねモッドが組み合わさってるんでしょうけどね。で見てみるとね、他にはね接続できそうなねパワーハローってないんですよね。だからねこれだけの特権なのかもしれないですね。まあ一番安いんでねこちらのパワーハロー買っときましょう。であと面白いなと思ったのは、まあこのパワーハロー使わなくてももしかしたらいいのかもしれないけど、そうカルティベーターをねフロントにねつけられるやつなんですよ。これフロントカルティベーターってやつ、オスタイプのねカルティベーターなんですよね。だからね面白いからね、これも一緒に接続しちゃおうかななんて思ってるんですよね、ウエイト代わりに。金の無駄遣いかもしんないけどね。そう試しにね1個買ってみましょう。はい、ああ高い高い、お金使っちゃいましたね。はい、じゃあねこれでね受け取りに行きましょうね。はい、じゃあねこれ持って帰りましょうね。でもね4メートルでしょう、幅が合わないからね使えないかもしんないんですよね。そういう意味ではあーやめとこうかな、やっぱ使うの買ったのはいいけど。
あとでね、なんか4メートル幅のね、ハッシュキーを買った時に使おうかな、これは。3メートル間隔でやってくれるんだったらいいですけどね。やってくんねんだったらね、フロントにつけとく意味ないですもんね。まあ、1万2000でね、ちょっと高額なんですけどね。いや、安いだろって話だけど、今の俺にしてみれば1万2000って高額ですよ。5000のアルバイト2件分ですからね。そろそろね、あとはね、トラクターも傷んできたんでね、整備場も欲しいんですよね。いろいろね、お金かかりそうですよね。まあ、整備場なんかいらねえじゃねえかよって感じかもしんねえけど、そう、時間かかるようになっちゃうんですよね。加速が鈍くなったりとか、そういうの、そういう現象が出るんでね。ね、ここら辺とかさ、収穫の仕事アルバイトで来ないかな、俺の方に。横領したいですからね、やっぱり。はいはい、戻ってきました。ああ、もういっぱいになるのね。はいはい。正直ね、ここまでのでかい格納庫入れなかったかもね。農機具置くだけなら。フロントカルティベーターなんてね、使っちゃったけど、とりあえずこれはね、ここに置いとこう。あ、ボードタンクが満タンですね。行き過ぎ、行き過ぎ。はい、行きましょう、行きましょう。はい、接続。結構ね、収穫量見込めるのかな、どうなのかな。環境スコアがね、現状どうなってるか分かんないですけどね。はい、もうちょい前かな。はい、 OK ですね、ここで。もう終わってるね。はい、ちょっとね、いろいろね、物を見てたらね、終わってましたね。まあ、何を見てたのかっていうと、まあ、若干やっぱり収穫量上がるんでやろうかなっていうところでマルチャーを見てたんですよね。そう、これでね、あの、要は下に残ってるやつをね、排除することによってどうマシになるってやつですよね。どうしようかな、買っちゃおうかな買っちゃおうかなって感じですよね。買っちゃえはい、迷ってたらね、買っちゃいましょう、やっぱり。じゃあちょっとね、受け取りに行きましょうね。こっから勝手にね、走っててくんねえかな、設定したら。目標設定、こうやったら、いや、やっぱダメね。はい、じゃあね、こちらで受け取りに行きましょう。ウェイトもね、外しといて。はい、これでね、収穫量がね、若干次からは上がるでしょう。あ、これ逆向きか、こっち向きね。はい、帰りましょう、帰りましょう。試しにね、展開してみましょうね。展開するとね、こんな感じ。はい、じゃあ帰ってきてください。こっからだったらね、帰ってこれるでしょう。はい、こっちはこっちでね、藁集め始めないと。で、藁はね、ちょっとこちら豚のために取っときましょうね。将来のね、堆肥にしますからね、将来的には。まあ、ある程度の余剰分はね、売っ払っちゃってもいいかもしれないですけどね。なんか挙動が不安定。なんでヘルパーが仕事終わっちゃったんだ。挙動不安定ですね。ここがね、狭いからね、道路のまでが狭いからか、終わっちゃったみたいですね。ちゃんと動いてほしいよな、これぐらいは。はい、お
れ、はい、大丈夫だね、もう大丈夫ですね。はい、とりあえずじゃあ藁を集めていきましょうね。どのぐらいの量を取れるかですよね。ここのね、速度もね、上げときたいですよね。25キロぐらいでね、回収できると早いんだろうけど、まあ一応ね、今回はね、あんまりそういうことはやらずにね、真面目にやっていこうと思うんでね。はいはい、どん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 回収していきましょうね。で、ある程度終わったらね、あちらのマルチャーもね、走らせちゃいましょう。片道6000ぐらいだったか。このね、カッターの幅が広くなるとね、往復の数が減っていいんですけどね、藁も。そう、広いと広いとね、本当にね。え、大丈夫だよな。あ、違うか。じゃあ、あれが到着したんですね、ローラーの方が。収穫機がまた止まったんかと思ったけど、一瞬。そこにね、ほら、もう戻ってきてますね、ローラーが。オッケーオッケー、もう満タンになってますね。行かないと行かないと。あれね、逆向いてる時だったらね、そう、このトレーラーね、置きっぱなしにできるんですけどね、こっちの時だとちょっと厳しいよね、あれね。ほんとできるまで待ってるとね、時間がもったいないですからね。あー、結構石ありますね。石の除去もしないといけないね。石ある状態でね、収穫とかするとね、結構ダメージ受けるんですよね。カッターとかのね、耐久値がね、やたら減るの早いんですよね、やっぱり。はい、収穫終わったじゃなくて、回収が終わったんでね、どかしときましょうね。あ、ていうかもう8割いってるからね、ここらで1回排出しときましょう。一発 40% ぐらいいくみたいなんでね。早いとこね、穀物工場も建てたいですね。穀物工場を建設できたらね、だいぶ収益は上がるんですけどね。その代わり10万ぐらい持ってかれますからね。それはそれでね、大変ですよね。はいはい、行きましょう行きましょう。このね、藁回収作業とかね、ヘルパー使えたらね、神なんですけどね。袋袋、しかしね、そろそろね、F1 2022が発売されるってことを考えるとね、ちょっとね、うん、こちらのね、ファーミングシミュレーターはね、ペースが鈍っちゃうかもしれないですけどね。ただ、間違いなく言えることはね、これが動画公開されてる頃はね、もう、F1 2022 はね、間違いなくね、出ているはいると思うんでね、まあどうなってることやろうって感じですけど、まあ多分ね、楽しんでるんでしょうね、俺は。相当 F1 2022 を今年からね、一応車の構造が変わったってことでね、ラップタイム下がってるんでね、去年のよりもね、動体視力的にはね、楽でしょうからね。そう、動体視力的には楽だけどね、うん、コントロールとしてはどういう風な進化を遂げてるかですよね。まあ、車の挙動的にね、そう、よくね、リアルだリアルだって言うかもしれないけど、何をもってリアルなのかと思うところはありますよね。 F1 乗ったことなんかないのに自分で運転したことある人はね、
あーリアルだっていうのは分かるかもしんねえけど、自分で運転したことないとね、それが本当にリアルなのかどうかって、何と比べてリアルなんだっていう話ですよね。フォーミュラーカーの挙動ってね、普通の車の挙動とね全然違うでしょうからね。